クリアーになった。吸血鬼の真の力を受けてみよう。ドメインダンジュ跳ね返した。何どうだ、自分の魔力で押された十字架の味は。魔力を失った体はそんなにチビなのか。氷の鏡とレンズで反射させるとは、さすがカルス。よくも私のこの醜い姿をさらけ出してくれましたね。